山本周五郎作楽天旅日記その第26回第23章ろう者の中の人々。若者は横になって肘枕をして眠ったそうな声で話した。かいつまんで紹介すると、大官所では年貢運上の未納者を牢へ入れた後、その者の財産状態を調べ、土地山林から家具調度、娘のある者は娘などそれぞれを売却して官能するように勧誘する。すべて代官一個の計らいであって、いつまで牢へ入れておくのに忍びない、どうかして早く出してやりたいと思うから、特別に個人の資格で世話をするのだ。篠田代官はこういうのであるが、そうして家具調度や山林など自分が仲介をして売ってくれるわけであるが、そこは買い手との間にも特別交渉があると見え、何もかも時価の10分の1ないし50分の1という人を馬鹿にしたような値段で決定する。一口に言うと財産差し押さえ、強制執行、競売なる制度の先駆的なやり方で、現代の方がさすが民主主義時代だけに法制化しているところは厳粛と言わなければならない。牢に至って納入しない限り出してはくれないから、何か少しでも売るもののあるものはそれこそ煮え湯を飲む思いで売って牢を出る。さもなければ三月90日この牢にいて、あとは完治開拓という重労働を課せられるが、これは想像を絶した国益で、3年と満足に生きていたものがない。骨と皮ばかりになってバタバタと面白いように片付いてゆくそうである。それだもんで、まあ大抵が身の皮を剥いでも出る工夫をするんでさ、これをあの角兵衛なんぞ、売るものがうなるほどあるだに、木の枝一本離さねえと威張ってるってわけでさ。面白いね、それは。なかなか思想堅固じゃないか。増蔵は興味を覚えたように貧乏ゆすりをしながらニヤニヤと笑った。強欲なら強欲で徹底すればいい。鬼の角兵衛が代官を鬼畜生なんて怒鳴るところはちょいとしたもんだが、いや、おい、冗談じゃない。彼は急に貧乏ゆすりをやめて、今のその完治開拓とかいうやつは本当か。その骨と皮ばかりになるほどひどくこき使われるというのは。嘘も隠しもね、その通りでガス。今度はまた別の老人がゆっくりと言った。ほら、何人も知ってるだがせ、平芸は半年だね。有蔵の勘助は一年三月生きてたっけだがね。それが380何人かのうちの長生きをした第一等人だったとせ。まあ言ってみなさればわかるだよ。まるで冬のハエかカーみてえにバタバタバタと。そりゃ面白いくれ造作なく片付くんだから。いやだよ、まっぴらごめんだよ。冗談じゃない、そんな手はないよ。増蔵はやや真剣な目つきになった。そんな乱暴な、まるでメジャーじゃないか。俺はハエやカみたいに片付くなんてごめんだよ、絶対に嫌だよ。だからせ、わけはねえのせ。老人は孫をなだめるように言った。お武家さんはなんでつらまっただか知んねえだが、親御様かご兄弟かまたはご親類はござりますべ。そこへ頼りをしてせ、身の代金をお取り寄せなさりせえすれば、それですぐ牢は出してもらえるですからせ。それじゃあまるで山賊の人質に取られたみたいじゃないか。これは大変な驚きだ。そんなのないよ、まるっきりめちゃだよ。
お武家様はまだお若いからそんな風に言わっしゃるだがね。老人は哀れむような目で増蔵を見た。こんなことはずっと昔からどこにでもあったですよ。昔も今もこれから先もせ。正直なもの、貧乏なものはいつもご政治とやらいうものに踏んだり蹴ったりされるでさ。こればかりは世の中がどんなに良くなっても決して変わりっこのねえところせ。これで世間にはうめえようなことを言う人がいるだがねえよ。ああだこうだって。これこれをこうすれば貧乏人や正直者が暮らし良くなるだってせ。ああやってみるがいいだよ。俺ははっきり言っとくだが、みんな天然が自分の欲で言うだ。いつの世が来ても貧乏人や正直者を枷にかけてうめえようなことを言って、やっぱり悪知恵のねえもんや貧乏人を絞るだよ。人間に胃袋と子を産む機会がある限り、こればかりはどうにもしょんねえことなのせ。増蔵はもう聞いてはいなかった。彼は彼自身の運命について今や生まれて初めてと言っていいくらい本気に集中的に思考を凝らしているのであった。持ち家増蔵がいかにしてこの山鹿の大官所の牢へ入れられたかということはごく単純である。彼が天竜で桐生たちと別れ若殿を探すために川上へ登ったことは、読者はすでに前章でご承知のことと思う。彼は天竜川に沿って遡上した。そして実に誠に不思議な巡り合わせであるが、御賢者屋のしかも枕屋へ泊まったのである。ここは筆者としては正直に言いたい。こういう偶然こそ微妙なる君臣の情の力しむるゆえんであった。日本の国土が狭いからだとか、国民の頭数が国土にやや正比例していたからだなどという俗論はごめんをこぶりたい。そういう議論なら、いや、とにかく増蔵は和倉屋へ泊まったのである。時間的に言えばそれは淳次郎が去って10日余り後のことであった。彼はそこで賭博をした。はっきり言えば資金に窮していたのである。でそのような山奥のことではあるし、文字や吉っぴちなども案外お人よしだと誤認した。その誤認が誤認であったと思い、こいつはしまったと気がついた時は北切雀になってなお50幾両という莫大なる借金ができていた。お民なる姉子がどんな短歌を切ったかは読者諸子のご想像以上と申し上げるだけにとどめるが、そこで姉子としてはすぐさま篠田代官へ文字を走らせ、その借金を払うまではということで各は山鹿の牢へ監禁となった次第である。あの博打はいかさまだ。増蔵は今こうつぶやくのであった。確かにいかさまだ。おまけに大官所が博打場の借り貸しに協力するとは、これは驚くべき好機敏乱じゃないか。身代金を取り寄せろと言ったって今はそれどころじゃない。そんな大変な身の上じゃないじゃないか。まさかここで俺が博打に負けたからといってどこへ手紙を出せる義理がないじゃないか。そんな無茶なことが。彼はまだ一遍も例のほっほっほという笑い声を上げていない。笑うどころか逆にしょげていると言ってもいいだろう。これで見ると猿が木から落ち河童の溺れることも絶無でないということができるわけで、桐生吉兵衛などに見せたらさぞ喜ぶことだろうと思う。しかしそいつはごめんだ。面白いようにバタバタ片付くなんてのは嫌だよ。増蔵は突如としてこう言った。しかし牢内はもうしんとして彼の声を聞くものもなく、それに対して慰める声も起こらなかった。勘弁してくれろ。
おむら、おらんは悪いだ。どこか向こうで男が泣きながらこういうのが聞こえた。おらが頭痛なしだったばっかりにこんなことになっただ。勘弁してくれろ。おめえや子供たちを幸せにしてえと思って、ほら働けるだけ働いただがの。それでもとうとうこんなことになっただ。こんなことに。勘弁してくれろよ。みんなおらが頭痛なしだったからだでな。ほら死んでおめえたちを守るだからな。勘弁してくれろよ。ほらを勘弁してな。大官の畜生、ぶち殺してくれるだ。あの鬼の角兵衛がまたそう叫び出した。血も涙もねえあの鬼大官め、どうしてくれるか。畜生、鬼め、ほらどんなことがあったって木の枝一本話しゃしねえ。みんなおらのもんだ。山も畑も電池もみんなおらのもんだ。ほらの畜生、みんなおらのものだぞ。するとそれに続いてあちこちや各方面にわたってうめき声やむせび泣きや拳で床板を叩く音が起こり、発作的に跳躍して叫ぶ者などが一斉にまるでその時間が来たかのようににぎやかな交響楽を奏し始めた。めちゃくちゃだよ。なってないじゃないか。マスゾウはこうつぶやいていた。俺は嫌だよ。こんな手ってないよ。まったく笑しちゃ嫌だよ。だが彼は笑うどころではなく明らかにべそを、それもかなり明らかにべそを書いていた。第24章、政治的考慮と淳次郎の席。ちょうど同じ頃、大官所の他の建物の中は、老者とは事情はちょっと違うが、しかし無関係ではない出来事が進行していた。山本周五郎作、楽天旅日記、その第26回、第24章、政治的考慮と淳次郎の席、途中まで、2021年6月8日。